ラジ友モは大阪のラジオ局 FM802 で開局時から放送されているラジオ番組ロックキッズ802が推奨するラジオで広がる友達のはラジオを一緒に聴いている友達のこと同じ時間に同じラジオを聴いている友達ラジオを一緒に聴いている友達番組へ自分の学校名やクラス所属クラブなどを添えて リクエスト、放送内ではそれらの情報とともにメッセージ、リクエストを紹介。ラジオを聞いて、そのリクエストをしたリスナーに、学校で直接声をかけたり、メールで連絡をしたりして、ラジ友の輪を広げていく。先生、卒業生が、リスナーの場合も、ラジ友と呼ぶ。ラジ友は、基本的に年齢は関係ないとされている。また、お付き合いをし、カップルになった。 ラジ友のことを、すぶたと呼ぶ。2010年春、卒業する、ロックキッズ802リスナーに向けて、ロックキッズ802の DJ アシスタントである、浅井博明、西田真、大抜き拓と、落合健太郎、セアナ、ピノが歌うオリジナルの卒業ソング、笑顔を制作、番組ホームページより、期間限定フリーダウンロードで配信された。曲中、短いながら、 大抜きタクトによるギターソロも収録されている。プロデュース、作曲、アレンジは同番組のプロデューサーディレクターである塚越隆ありがとうございます。